ブレイクランアウトは日本中央競馬会に登録されていた競争馬である。場名はビリヤード用語でブレイクショットからすべての的玉をノーミスでポケットするという意味である。7月27日、岩田康生を安定に新潟競馬場でデビュー。3番人気に支持され、レースでは4馬審査で完勝する。その後は秋を見据えて水野バジセンターに放牧に出された。 3ヶ月の休養を経て10月25日、東京のイチョウステークスに出走も、直線での不利が応えて4着に敗れる。11月22日の東京スポーツ杯2歳ステークスからは、安状が竹豊に変わる。レースでは、外から追い込むも2着に競り負ける。続く12月21日。 中山の朝日杯フューチュリティステークスでは早めに動くが、セーウンワンダーの3着となった。なお、レース後は、9社で調整された。初戦は2月8日の共同通信杯。ここも一番人気に支持され、今度は解消。初の重傷制覇を飾った。その後は、放牧に出さず9社で調整され、5月10日の NHK マイルカップに直行した。 一応ステークスから5戦連続での一番人気で押された。道中は中断後方外目を追走し、レースを進め、そのまま直線に向いたが伸びきれず9着に敗れた。続く5月31日の東京優勝では、竹豊がリーチザクラウンに起乗するため、藤田真次を新たに迎えた。レースは不良馬場に終始後方のまま15着と大敗した。その後、 自給車で調整し、秋初戦は9月12日の朝日チャレンジカップに出走。集団からレースを進め、最後の直線でキャプテントゥーレとの激しい競り合いとなったが、首差の2着に敗れた。続く10月25日の菊花賞では見せ場がなく16着と大敗した。1年の休養を経て10月23日の富士ステークスに出走。集団からレースを進めたが、 またしても直線前が詰まって、手綱を引く不利があり、立て直して、差を詰めるも5着に敗れた。レース後に、右前浅く剣不全断裂を発症していることが、判明、競争能力喪失と診断されたため、11月5日付で、競争場登録を抹消。引退後は、日高町のオリオンファームで、種ボ場となる。2014年10月14日、門別競馬、第二競争。 二歳未勝利でトリックショットが3区の初勝利を挙げた。2020年をもって種ボバを引退。白井牧場へ移動し、2021年から引退名馬つなぎ養天寺事業の対象場となっている。ありがとうございます。